5レースが始まります。思想をご覧いただきます。5レース3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番佐伯匠、2番藤田明彦、3番中野秀也、4番木戸徹、5番上村俊明、6番藤本理恵、7番池田康則、8番井田原良太郎、以上8名出場選手でございます。5レースの一般戦 B を迎えています。1番佐伯匠3用ハンデ0、2番藤田明彦3用ハンデ30、3番中野秀也飯塚ハンデ30、4番木戸徹飯塚ハンデ40、5番上村俊明浜松ハンデ40、6番藤本理恵伊勢崎ハンデ50、7番池田康則3用ハンデ50、8番稲原良太郎3用ハンデ60、以上の8選手です。5レースは一般戦 B です。今日は最終日、12レースは優勝戦が行われます。第5レースのメンバーもどうぞご確認ください。5レース一般戦 B で行われます。思想タイムをお届けします。5レースの思想タイムです。1番佐伯選手 3.64、 2番藤田選手 3.60、 3番中野秀也選手 3.65、 4番木戸選手 3.66、 5番上村選手 3.67、6番藤本選手 3.59、 7番池田選手 3.56、 8番稲原選手 3.65 です。1番 3.64、 2番 3.60、 3番 3.65、 4番 3.66、 5番 3.67、 6番 3.59、 7番 3.56、 8番 3.65 でした。思想タイム56が抜けた一番時計、7番池田選手、続いて59、6番藤本選手です。思想を VTR で振り返ります。疾走路の3連対立です。1番 25%、 2番 14.3%、 3番 16.7%、 4番 40%、 5番 0%、 6番 66.7%、 7番 0%、 8番 30% です。疾走タイムが出ている池田選手は疾走路の3連対立は 0% なんです。疾走路直近2走は4着と5着です。外の様子ご覧いただきましょう。12時14分現在、天候曇り、気温19度、湿
度 91% 風速1メートル走路温度23度疾走路のコンディションです。少しずつですけども何かしら走路にご覧のように変化が出てきているようですが、次のレースぐらいで白い部分も上から見て分かるようになるかもしれません。選手の走るところからもちろん乾いていきます。全体的にまだ濡れてるんでしょうけども、ところどころ少しずつ色が変わってきているところが出てまいりました。2走8着7着藤田選手、3着7着中野秀也選手、6着2着木戸選手、8着4着5番上村選手、2着7着藤本選手、7着5着池田選手は2着2本そして昨日はフライング、8番稲原選手7着2本でした。雨の結果佐伯選手は10月28日に3着一度連絡み雨3着がありました。飯塚走路です。藤田選手の雨10月29日3着がありました。飯塚の2日目です。中野選手雨10月29日1着がありました。木戸選手は、まあ、1着こそありませんが9月から雨の成績は2着4着3着4着です。上村選手の雨10月2走は4着5着藤本選手の雨9月からは5着4着そして10月16日3着があります。池田選手の雨4着5着稲原選手雨は7着7着8着7着です。モバイルさんの予想コーナー、20丸は藤田選手につきました。そして上村選手が対抗です。3番手評価に2級の佐伯匠選手そして池田選手に回りました。2番、お、5番絡みだとここはつきますね。2772から1番だとまずまずの人気どころになるんですけども、2772から1番は売れ筋ですが、2552から5のね頭もフォーカスで出てますので、これだと5絡みだとつきそうですよ。モバイルさんの予想コーナーでした。続いてミスター X 思想チェック、思想チェックです。1番佐伯選手、2番藤田選手、そして7番池田選手が A 評価、 ABC で評価していただいております。佐伯選手、藤田選手、池田選手 A 評価、 B は3番中野選手、4番の木戸選手、そして6番の藤本選手、稲原選手、上村選手が C 評価になっています。お食事処タツは寿司ランチがおすすめ。おうどんに本格握り寿司が手軽に味わえます。サーモンいきます。風味がすごいです。なんていうの、サーモンっていう。これだと一ついいことをしよう、はい、これ好みもあるんだけど、はい、シャリにこうつけちゃまずいよね。できればできればこうつけてネタに。地元の食通山本さんにカンパチに柚子胡椒を乗せる裏技も教えてもらいました。革命的です。寿司ランチが大変お得なお食事処タツは小野田オリエンタルホテル内にあります。ぜひご利用ください。 CM またまた続編ご覧いただきましたけども、山陽オート広報食リポの小平さんに強敵現る食通の山本さん、いやでも楽しい CM ですね、はい、小平さん演技じゃありません、これ素でしたね。さあ次の CM は続編ってあるんですかね、どうでしょうか。はい、では皆さんごレースご検討ください。ただいまのお時間をもちまして締め切りとなりました。締め切りました。たくさんのご投票ありがとうございました。お食事処タツカップです。アンサープレゼントのご案内です。この後6レース発売中センターホールステージ前ということでございます。
はい、アンサープレゼントとは未確定車券ですから6レース以降の車券をお持ちください。優勝戦でももちろん大丈夫ということです。6レース以降の未確定車券1000円分をご提示いただきますとクイズを出題いたします。クイズをお出しいたします。見事正解しますと選手名鑑、ね、今年の選手名鑑をプレゼントということになっています。選手名鑑2017ゲットのチャンスです。この後6レース発売中センターホールステージ前にお集まりください。佐伯選手にメッセージ、悔いのない走りを山口ルーラー K さん、そして藤本理恵選手に埼玉の永谷さんから、寒くなりますので体調に気をつけてくださいとメッセージいただきました。ありがとうございました。第5レース実況でお送りしていきます。小野田オリエンタルホテル内お食事処タツカップ、お食事処タツサバに冠協賛いただいた今開催3日間のショートシリーズです。5レース一般戦 B を迎えました。最終日の3用途0、30、40、50、60の戦いです。ハンデ0、1番佐伯匠です。30メートル2番藤田明彦、3番中野秀也、40メートルは木戸徹、そして上村俊明です。昨日フライングがありました。50メートルは6番藤本理恵、そして7番池田康則、60メートルは稲原良太郎です。藤本理恵32期、今年は後輩ができました。そして藤本を慕う吉川真希選手がデビュー初勝利を飾りました本日です。先輩レーサーとして女子レーサーを引っ張る存在として藤本理恵、どんな動きを見せるのか注目。人気割れましたが池田、そして藤田、藤本へと集まりましたか。10秒切っていきます。5秒前から3秒、5レース一般戦 B は今スタート切っていきます。30メートル2番の藤田、3番の中野スタート切っていきました。4番の木戸がスタート遅れて、5番上村、そして7番の池田康則が藤本より一歩前に出ました。6番の藤本6番で発進、4番の木戸、最後方は8番の稲原良太郎です。0、1番の佐伯匠どこまで逃げるんでしょうか。2番の藤田が追走して、3番手3番の中野粘るもインコースから7番の池田康則が入ってきました。池田がインコース上がってくる。3番の中野秀也、外は5番の上村俊明、そして内から6番の藤本理恵がインコース、雨校舎の藤本、ここはまだまだ6番手の位置です。4番木戸が下がる、8番稲原が7番手か。レースは3周目、1番の佐伯匠まだまだリードあります。2番藤田が2番手腰淡々、3番手離された位置7番の池田、その後ろが5番の上村、6番の藤本、3番の中野、4番の木戸、最後方8番の稲原と縦長の展開になりました。先頭1番の佐伯匠です。リードはまだまだ 20m あります。レースは残り半分を切っていきます。佐伯匠デビュー初勝利が見えてきたかどうか。2番の藤田明彦、その後ろが7番の池田康則、5番の上村、そして6番の藤本理恵です。4コーナー立ち上がってまいります。周回版は残る数字2とあります。残りは2周です。1番の佐伯匠、2番の藤田明彦、セーフティーリードとなりましたでしょうか。7番の池田、その後ろは5番上村、6番の藤本理恵です。離された位置が4番の木戸、そして8番の稲原、3番の中野秀也となりました。4コーナー立ち上がってきて青旗回って最終周回です。1番の佐伯匠、最後のバックストレッチ力強くトップでクリアしていきました。ご覧のようにちぎってみせた、ハンデ以上ちぎってみせました。1番の佐伯匠デビュー初勝利が見えてきた。最終コーナーに差し掛かる1番の佐伯匠が見事デビュー初勝利を飾りました。1着ゴールおめでとう。127
ジースマイル佐伯匠です。なんとか逃げたんじゃありません。ご覧のようにちぎってみせました。序盤よりも後半のペースが良かったんでしょうか、それともぐん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 周回を重ねるごとにペースが上がってきたということでしょうか。やりました佐伯匠選手、山陽所属選手33期は男子レーサーが4名でございました。第5レースの確定です。1着1番佐伯匠、2着2番藤田明彦、3着7番池田康則、1番2番7番でした。5レースの確定です。上がりタイム佐伯選手 3.684 でした。払い戻し金は2連単12,1490円、2連複1と2の組780円、3連単12,7,3980円、3連複1と2と7,510円でした。2連単12,1490円、6番人気3連単12,7,3980円は11番人気の決着です。佐伯匠選手デビュー初勝利となりました。1着ゴールおめでとうございます。これで山陽所属選手4選手は全員1着を、ね、決めたということになりますが、佐伯匠選手はイージースマイルです。今ロッカーでは最高のスマイルだと思いますよ。師匠は西崎陽一郎選手、あのね D ロッカーになりますかね、もう皆さん盛り上がってるんじゃないかなと思います。おめでとうございました。